てってでー。はい、道の駅。はい。モンパイアでございます。モンパイアの、モンパイアのお土産。はい。まず、ここはね、毎度同じに。ちょっと、うん。うん。値上がったけども、大きくなった？わかんない。豆おこはね、はい、120円でございます。はい、で、山芋ね。山芋でございます。はい、ちょっとね。はい。はい。並べていくと、これはね、なんでだと思いますか？問題です。なんでしょう？でで交換は全部入れるっていう。ちょっとなんで投げ捨てるの？なんだと思いますか？正解は、テロップで。ね、はい、ビワだビワ。何言うかな。ちょっと。はい。でこれが。デレン。これは何でしょう。何でしょう。一番。はい。一番。モモンガ。二番ドバシ。ドバシいいよ。三番キュウリ。四番。四番。キュウリ。正解はやってくれるのかな。なんでだけおいおいなんだよおいこれちょっと絵図がちょっと正解はねこちらでございます。あ、キュウリですね。はいはいはい、次、謎の葉っぱね。山東なって書いてある野菜でございます。これはモンパイアが料理します。はい、お家に帰ってね謎の葉っぱを調理していただきたいと思います。はい、で相変わらず食べるシーンはなしでございます。はい、はい、いただきます。はい、おかしてはい、ビワだけ取るわ。はい、いただきます。はい、あー、ビワ早ひでどう？ねえ、うめ、クリームしか食べてなかった。どう？はい、ビワ早ひでどうですか？おいしい。おいしいよ。生クリームだからね。はい。はい。このマス屋さんのたい焼き。五個ね。五個ね。すっごい細かく買ってきた。で、小沼屋さんの新しく販売されたソフト、うん、アイスだね。うん。いただきます。小豆たっぷりだね。あ、お値段からないで、あんこね、大盛り、ね。ちょっと持っててもらっていい？これね、これね、うん、これ。もう何て読むの？オヌソフト。オヌソフト。じゃあ、うちも食べてみていい？はい、どうぞ。うだっちゃってください。うん、あ、オヌソフトはですね、小豆と、バニラなんで、ミックスソフトになります。あ、なるほどね。で、小豆が乗ってるということ。はい。いただきます。たい焼き屋さんが作った特に。あ、すんげえなこれ。小豆。もともと小豆が美味しいんで。はい。うん。ちょっとしまっちゃいましたけどね、カバンの中に300g のあんこだけをね、ちょっともう。あんこだけ買ってきたの？はい。とうとう。ちょっと待ってくださいね。じゃあ出しましょうか。え、大丈夫大丈夫。まあ、それはね、はい、モンパイアのツイッターでも見てくれる。あ、じゃあ写真送ってくればいいや。わかりました。じゃあ後でお送りさせて。うん。以上、小沼屋の、はい。あそこ、科学ですか。うん。うん。